帝国を少々過ぎておりますけれども、ただいまより、2013年度のアカデミックリンクセンターのセミナー第3回でございますが、学習支援における学生との共同というテーマで始めさせていただきたいと思います。司会を務めます私は、アカデミックリンクセンター長の竹内でございます。今日も多くの方にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日は、島根大学の庄司義信様、そして東京外国語大学の加藤佐々木様、そして国際キリスト教大学の、小根川久美子様の3名の方に講師としてお越しいただきまして、それぞれの大学におけるその学習支援と、そしてそこでの学生との共同についてお話をいただきまして、お3名の方のお話を伺いました後に、私どもの千葉大学のスタッフも加わりまして、パネルディスカッションと申しますが、質疑応答という形で意見交換をさせていただきたいと思っております。今日は図書館関係の方が比較的多くいらしていると思いますので、ひょっとしたらフロアのいらっしゃる方の中にも自分のところでこういう学習支援を行っているということをすでに進めていらっしゃるという方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ後半の意見交換の場ではフロアの方もぜひ熱心にご討議にお加わりいただいて、この学習支援とそれからそこでの学生との共同ということについての理解が深められれば大変よろしいなというふうに思っているところでございます。それでは、早速でございますけど、まず一番最初のご講演ということで、島根大学の庄司義信様から、大学図書館の学習支援における学生共同、島根大学図書館図書館コンシェルジュの取り組みということでご講演いただきます。よろしくお願いします。ご紹介いただきました島根大学の庄司でございます。今日はこのような発表の機会を与えていただきましてありがとうございます。学習支援における学生との共同というテーマで、島根大学の図書館コンシェルジュの事例を、紹介させていただきます。本日はお話しする内容でございますが、まず大学図書館における学生共同の取り組み状況を概観いたしまして、その後、島大の図書館コンシェルジュの概要と活動状況を述べさせていただきます。そして評価と課題、今後の展開という順序でお話をさせていただきます。最初にですね、お断りをさせていただきたいんですけども、お配りした資料をご覧になったら分かると思うんですけど、非常にたくさんのスライドを用意してまいりました。すべてをですね、説明するのはちょっと時間的に難しいかなと思いますので、ぜひ省略をさせていただきますことをお許しいただきたいと思います。早速で恐縮ですけども、最初の3枚のスライドはですね、大学における学生との共同と取り組み状況、日本学生支援機構の統計を、ご紹介したものですけども、ちょっとこの3枚を、省略させていただきまして、大学教育館における学生共同という、ここから始めさせていただきます。活動内容面における類型をですね、試みてみました。大きく3つの類型に分けられるかなと思います。一つは学習支援です。これは個別分野の、学習指導、あるいはレポートの分作成、そして特定の授業とリンクした、支援と、こういったものが該当するかと思います。で、2番目は図書館利用支援ですね。図書館の利用のさまざまな局面をサポートするものです。カウンターでの対応、あるいはその図書館ツアーをしたり、中には情報検索講習会をしたりといったような事例もあるかと思います。で、3つ目は図書館の業務支援でございます。これは業務のさまざまな局面をですね、サポートするもので、これもさ、大学によってですね、いろんな形で取り組みがなされております。で、4番目その他ですけれども、学内のですね、いろんな他部署のサポーターが図書館の中で、こういった履修登録サポート、あるいは学生生活相談、キャリア支援、こういったことに取り組む事例も、あろうかと思います。本日お話しする図書館コンシェルジュですけれども、図書館利用支援と業務支援、この2つを中心に行っております。で、上の方にですね、破線で残っている、特定の事業とリンクした支援、これもですね、直接的な学習支援というわけではありませんけれども、一部、やっているということで、破線で表しております。累計ごとの取り組み事例数をですね、調べてみました。これはですね、ドンカイさんと溝上さんがなさった調査の中の学生スタッフの学習支援サービスの関与についての、部分から、作成したものです。2、3年前の調査になりますが、その時点でですね、
図書館の利用支援が、まあ、メインであるということがわかるかと思います。参考として学生行動マップの事例数も付しておりますが、こちらの方もですね、あの学習支援、直接の学習支援よりも、図書館の利用支援が多くなっております。組織面のですね、いくつかの観点から類型をした試みたものです。観点としましては、設置主体、組織形態、募集方法、研修方法、そして報酬の有無、活動形態、そういった観点からいろいろ分けることができるかと思います。アンダーラインを付しておりますのが、島大の図書館コンシェルジュに該当する項目です。これからですね、あの島大の図書館コンシェルジュの、事例について、概要について、報告したいと思いますが、その前にあの島大の概要についてご説明します。2つのキャンパスからなっておりまして、松江キャンパス、出雲キャンパスですね。で、松江キャンパスの方は、4学部、学生数が約4500人、そして大学院生が、約500人と、なっております。で、こちらの方に、附属図書の本館がございます。で、出雲キャンパスの方は、医学系の学部ということで、医学部ですね。学生数が、約1000名弱、院生数が200名強となっております。出雲キャンパスの方は医学図書館がございます。コンシェルジュはですね、こちらの松江キャンパスの図書館の本館の方で現在のところ活動を行っております。図書館コンシェルジュはですね、あの島根大学の生活ケアサポートプログラムというプログラムの中に位置づけられております。これはですね、あの平成24年に、作られたプログラムでして、趣旨につきましてはここに、上がっている通りでございます。選抜サポーター、実質参加サポーター、それからコミュニティサポーターの3つ の, あの種別が、ございまして、図書館コンシェルジュはこの実質参加サポーターに当たります。その他ですね、あの図書館館内で、試行的にでありますので、学習サポートデスクといったようなものが設置されております。さらにですね、あの履修登録の期間におきましては履修登録のサポートも行っております。これは他部署が設置しているものになります。コンシェルジュの目的ですが、3つ、ございます。1つは、図書館のサービスに学生の視点を取り入れて、図書館の利用を活性化させるという点でございます。2つ目は、サポートを受ける学生の図書館や、学習情報を、使う力の育成を支援するというものです。で、3つ目としまして、図書館コンシェルジュとなった、学生自身の学びと成長を支援するという、この3つの目的を掲げております。活動の内容ですが、4点にございます。1つは図書館業務、図書館サービス改善の企画実施です。これは先ほどの類型で言いますと、図書館、業務支援に当たるものです。で、2つ目は成果外での図書館利用サポートです。で、3つ目が成果事業と認定したところ。この2つを合わせまして、図書館の利用サポート、先ほどのあの類型で言いますと、図書館の利用サポートに当たるかと思います。で、4つ目としまして、学生共同交流シンポジウムの企画実施。して参加ということが挙げられます。それぞれの内容につきましては、ね、このうちちょっと若干詳しく説明をさせていただきます。これまでの歩みですが、2009年度にですね、あの先行事業の調査を行いました。お茶の水女子大さんと東京女子大さんの方に、お伺いしました。そして2010年度、島大の学内版 GP であります、教育改革推進事業に採択されまして、後期から活動をスタートしております。で、2011年度、からは通年で実施ということで、この年第1回目の学生共同交流シンポジウムを開催し、山口大学の方で再開催しております。2012年度は昨年度ですけれども、成果ピアサポートプログラムの一つとなっております。ただこの年はですね、あの図書館あの改修工事のためですね、前期のみ、しか活動しておりません。で、今年度2013年度、引き続きピアサポートプログラムの中で、活動を継続していくということになります。今年が4年目という、まだ始めて間もない活動になります。募集なんですけども、毎年あの3月から4月にかけて公募しております。で、応募資格は2年生以上ということで、応募した学生は職員が面談を実施しております。基本的に応募した学生は全て採用しています。で、謝金を支給します。謝金につきましてはですね、財源が成果ピアサポートプログラムの方から予算を配分していただきまして、それを使っております。毎年ですね、要求する人があるということになっています。これは年度別の内訳ですが、このグラフの通りです。大体女性と男性がですね、半々ぐらいなんですけども、どちらかというと男性が優勢な傾向にあります。
それから、次年度への継続者という欄が、ございますが、ここに注目していただきたいんですけども、この継続者を、ね、いかに増やすかということが次年度ですね、活動を安定化させる上でポイントとなるかなと思っております。それから、今年度、2013年度の学年別所属別の内訳でございます。学年につきましては2年生から、博士の1年生まで、揃っております。3年生と4年生が大体毎年、中活動を中心になっております。所属別の内訳で言いますと、松江キャンパスの全ての学部の学生が、参加してくれています。大体毎年の傾向として、法文学部の学生が一番多いです。ただ生物資源科学部とかですね、総合理工学部といった理系の学部も毎年一定数必ず参加をしてくれています。お配りしたですね、配布資料にはこのスライドをちょっと抜けておりますけれども、年度別の志望動機をまとめたグラフになります。毎年ですね、人の役に立ちたい、そして本図書館が好きといったというような学生が多数の割合を占めております。その他ですね、自分自身の成長のために活動に取り組みたいといったようなこととか、あるいは図書館で将来働きたいとか、あるいはその図書館の仕事をちょっと経験してみたいといったようなキャリア形成の部分ですね、そういった志望動機も、毎年、多いです。多い傾向にあります。こちらが研修のプログラムになります。集合研修3時間30分と実地研修5時間という、合わせて8時間30分のプログラムで、構成されております。集合研修はですね、館内に総合情報支援センターの PC ルームがあるという関係で、PC とネットワークの基礎、それから、図書館サービスの概要、さらに情報検索の基礎といったようなことを、検索の実習を交えながら、行っております。実地研修はですね、図書の返却、乱れ直し、それから図書館のツアーガイド、模擬レファレンス、カウンター研修といったようなことを図書館の職員の指導のもと、やっております。で、最後にペーパーテストを受けていただいて、研修終了となります。サポート体制ですが、学生チーム、コンシェルジュの学生チームと、職員によるサポートチームがですね、情報と課題を共有、できるように、毎年1回、毎月1回ですね、全体ミーティングを行っております。その他、日常的に掲示板、それからメーリング実装を使って、情報の交換、共有、を行っております。活動内容ですが、まず図書館サービスの改善の企画実施ですね。これはコンシェルジュ自身によるさまざまな、企画が、実施されています。写真でご紹介したいと思いますけれども、館内マップの作成とかですね、それから書家の文面の仕切り板、これも1年かかって、学生たちがみんなで作っておりました。それから、手作りバッグ、貸し出し用のバッグなんですけれども、これは教育学部のですね、最高の得意な学生、人生が作ってくださるんですけども、これは貸し出ししてます。バッグは貸し出しをしてます。それから、しおりですね。しおりについては申し帰りをいただいているものです。その他、ブックコンバスと言ってますけども、図書の比較展示、パスファインダーの作成、数学の質問箱。このパスファインダーと数学の質問箱はですね、数学の得意な学生がですね、やっていたことなんですけども、パスファインダーたくさん作ってくれました。数学の質問箱というのは、何か質問をですね、書いて、この箱に投函してもらうと、この学生がそれを解決するにはどういった本を使ってどういうふうに考えたらいいかといったようなことを、回答をですね、書いて返すと。いったような取り組みです。2番目の活動としまして、成果外での図書館利用サポートです。これは授業時間に、時間割に対応しました1日5コマに1人から2名の、コンシェルジュが、担当します。サービスカウンターで主にサポートしますけども、2人ついているときはですね、1名は、3室のフロアで返却作業をしながら質問に対応するといったようなことをしています。で、不定期に図書館ツアーのを実施したりをしております。利用サポートの、年度別の実績ですが、活動可能なコマ数に対して実際に活動したコマ数を実施率という形でこの赤く、表示している部分で表しております。それから、総質問件数をですね、活動したコマ数で割った1件当たりのコマ数を、一番下の欄に赤く表示しております。2011年度の実施率が低いのはですね、後期になって業務サポートに一生懸命取り組むようになりまして、利用サポートの方がちょっと遅くになったということの表れです。
で、その反省いたしまして、2012年度はですね、実施率を維持しようということで、高い実施率、が得られました。それにつれてですね、1コマ当たりの質問件数も増えております。ただ、今年はですね、実施率が非常に高いんですけども、質問件数の方はちょっと伸びてないということで、ちょっとその原因については、分かりません。ちょっとこれから原因を考えている必要があるかなと思っております。それから、月別の実績をですね、2年度、比較して、グラフ化したものがこの、スライドになります。2011年度、後期からですね、だんだんと実施率が下がっています。でそれにつれて質問件数も下がっていると。2012年度は実施率がずっと維持してますけども、それに対応して質問件数も多いということになります。2012年度はですね、開始工事がありまして、前期のみの活動ということになりました。で前期の間はですね、業務サポートはあまりしていませんので、業務サポートに取り組む時間が、あまりなかったのが、実施率の高い率の位置につながったと言えなくもありません。こちらの方がですね、利用サポートの月別実績の12年度と13年度の比較になります。今年度につきましては前期のみの、グラフになります。それから成果事業と連携したサポートです。スタートアップセミナーというですね、初年次教育の事業と連携しております。これはですね、グループごとにテーマを決めまして、文献調査とフィールド調査をして、最終的にポスター発表、それからレポート提出という形で行う事業です。グループワークをしたりとした事業になります。で、TA と私はコンシルと2通りのサポーターがつきまして、それぞれ分担してサポートをしております。で、こちらの今週の方はパスファインダーの作成と、文献調査のサポートを行いました。4番目の、学生共同交流シンポジウムですが、これは参加した、大学のですね、図書館で活動している学生スタッフがですね、それぞれの活動を、報告し合って交流することを通して各大学でのより発展的な活動に結びつけることを目的に開催しているものです。第1回目は2011年に山口大学で開催をしております。もともとはですね、山大、群馬県の山大でですね、やってたことをですね、真島大の学生が、行っていろいろこう参考させてもらおうということで思いついたものなんですけども、学生の旅費を大学側に請求するにあたってですね、ちゃんとしたシンポジウムをしないと、金を出さんと言われまして、で山大と相談してシンポジウムの形を取ったわけです。で、同じような活動をしております、梅光学院大学さんと、島根県立大学に呼びかけまして、4大学で、開催をしました。で昨年まではこの4大学で、やりましたが、今年の第3回目、島根大学で、先月、開催しましたが、全国に呼びかけまして、上記の4大学を含めて、15大学、約100名が参加してくれました。これは私のシンポジウムの模様です。今年は、初めての試みだったんですが、ポスターセッション、ワールドカフェといったようなこともやりました。続きましての評価、でございますが、今週の目的、3点挙げておりましたけども、この、目的ごとにどういった効果があったかを、見てみたいと思います。まず第1点目ですけども、図書館業の達成化です。今週の活動を始めまして4年経つんですけれども、入館者数とかですね、貸出数は増加傾向にあります。ただこれはですね、他の要因による影響も考えられますので、今週の活動がこれの数値の変化に直接結びついているかどうかということははっきり分かりません。その他ですね、自主企画でさまざまな活動をしておりますけれども、依然といただきまして、確かにある種のですね、にぎわいが出てきております。ただこれもですね、主観的な感想の域を出ません。ということですね、現時点の評価はちょっと困難ということで、今後、実施した活動がどのような効果をもたらすのか、事後に評価できるように、活動ごとにですね、アンケート調査等を実施したいと思っております。二つ目の目的ですが、サポートを受けた方の学生のスキルの向上。これもですね、サポートを受けた学生についてもですね、調査を行っておりませんので、現時点で評価できるデータがありません。ですので現時点での評価は困難ということで、今後そういったデータを取ろうと思っております。ただですね、成果、事業スタートアップセミナーと連携した事業につきましては、事業後に実施されたアンケートの結果が、ございます。それを参考につけておりますが、ちょっと説明は省略をさせていただきたいと思います。3番目ですね、サポートする側の学生の学びと成長です。
これにつきましては昨年度ですね、活動終了時に提出してもらいました、活動報告書を分析しまして、次の項目に該当する記述を抽出して件数をカウントしてみました。1つは自分自身の成長を感じた点、2つ目は気づき発見、で3つ目は達成感満足感、4つ目は戸惑い不安不満といったような項目です。自分自身の成長を感じた点、これをですね、挙げる学生が一番多かったです。28名の学生が、言及しております。コミュニケーションスキル、それから図書館利用スキル、主体性、積極性が向上した、キャリア形成に、役立った、ICT スキル、リーダーシップ、そういった順番で、多くなって、そういった順番になっております。次のスライドがですね、実際の記述の例になります。これはちょっと配布資料をご覧いただきたいと思います。2番目、気づき発見ですけども、新の学生が、言及しております。これも、内容をご覧いただきたいと思います。それから達成感満足感、12の学生が、記述しております。で一方で戸惑い不満ですけども、これもですね、21の学生が、言及しておりました。業務上の物足りなさを指摘する学生が一番多かったです。この業務上の物足りなさはですね、利用サポートをの時にですね、まあ、カウンターに座って待つんですけども、ご質問を待ってる時間に非常にこう手持ち無沙であると、そういったことでもうちょっとね、なんか仕事させてくれといったような不満の内容になります。その他ですね、コンシェルジュ同士のコミュニケーションの不足、職員とのコミュニケーションの不足を指摘する学生も、おります。以上をまとめますとですね、サポートを受けた学生のスキルがどのように向上しているかについては今後評価方法を、検討していく必要があります。コンシェルジュの学びと成長につきましては、コミュニケーションスキル、図書館利用スキル、主体性積極性の向上、キャリア意識の面で、自己評価が非常に高くてですね、それから、満足感達成感も高いということで、このコンシェルジュの活動を通しまして学生自身の、成長が、図られているのではないかなということが見て取れるかと思います。それから、業務上のモニタリアスの感覚がモチベーションの低下につながらないように、活動内容を工夫していく必要があるかなと思っております。そして、コンシェル同士あるいはコンシェルと職員間のコミュニケーションの不全が活動の停滞につながらないように、コミュニケーションを円滑にする工夫が必要であると、思います。次に課題と対応ですが、3点挙げました。1つはですね、1つ目は学生スタッフ自身による具体的、実績な組織運営です。毎年ですね、メンバーの何割かが入れ替わりますので、年度によっては活動が非常に不活発になることもあります。様子を見てですね、主体的な行動ができるように、職員がある程度不活化にすることも必要になっています。例えばですね、昨年までの学生はほっといても自分たちで飲み会をしたりでね、かなり活発に活動してくれたんですけども、今年の学生はちょっと前期の様子を見てると、ね、そういったメンバー全く見られませんで、でちょっと困ったなということで、後期からはですね、毎週ランチミーティングをするようにしました。職員と学生がね、弁当もしよって一緒に食べながらちょっと雑談をするという会議です。でこれで、学生同士もね、だんだん親しくなりまして、それがまあ活動のですね、自分たちの自主的な活動にこう結びつきつつあるという段階です。ゆくゆくはですね、やる気のある学生の確保を学生スタッフ自身でやってもらえるようにしたいと思っています。また学生スタッフの中である程度のスキルの提唱ができるように、図っていきたいと思っています。2番目の課題ですけども、活動の活性化と、行動化です。今ですね、評価のところで述べましたけども、利用サポートの時にですね、質問を待つ時間の、退屈感が活動のモチベーションを下げないような工夫が、早急に図られる必要があるかなということで、業務サポートですね、実習企画 の, 活動なんですけども、これをうまく組み合わせて実施するような形で学生をうまく、誘導していきたいと、考えております。3点目の課題ですが、継続性の確保ということがあります。毎年予算を要求してですね、お金をつけてもらって活動してますので、これを安定化させることが、不可欠かなと思っております。できれば経常経費の中に組み込んで、経常経費の中に組み込んで、いけるような形で、なるといいかなと思っております。今後の展開でございますが、図書館を確保したラーニングコミュニティの継続に向けて、図書をはじめとする文献資料とかですね、PC ネットワーク環境など学習のためのリソースが、整っている図書館は、授業の予習やレポート課題、あるいはグループによる協調学習の場として最適な場所といえます。
こういったの学習支援を行う、さまざまなケアサポーターをですね、図書館に組織的に配置することで、授業外学習の場としての図書館の機能を一層高めることができるのではないかと思っております。そこでですね、現在はですね、図書館、利用支援ということを中心に行っておりますけれども、学年の他のですね、サポーターを図書館に呼び込みまして、まあ、直接的な学習支援をの場としても機能できるように働きかけていきたいと思っております。手始めにですね、手始めに学習サポートデスクというのが、教育開発センターという部署で、が、まあ、試行的に設置しているんですけども、まあ、それが非常にですね、今、活動がちょっと停滞するという状況にありますので、ちょっと働きかけをしてですね、それを活性化させるような形で、持っていきたいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。説明が大変かけ足になりまして、大変失礼しました。はい、どうもありがとうございました。ご質問いろいろあるかと思いますけれども、それは後ほどのディスカッションの時にお受けするとして、何か事実の確認とかそういう質問がございますにもお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。翔平さん、どうもありがとうございました。じゃあまた後ほどよろしくお願いします。それでは引き続きまして、東京外国大学の加藤さつきさんに、大学院生による学習相談、東京外国大学附属図書館多言語コンシェルジュの活動というタイトルでご報告をお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。ご紹介いただきました東京外国語大学附属図書館の加藤と申します。よろしくお願いいたします。今日はこのような席を、与えていただきまして、どうもありがとうございます。私の方からは、本日はですね、学生による、学習支援の事例ということで、本学の大学院生が行っております学習相談サービスについてお話をさせていただきたいと思います。話の流れといたしましては、サービスを開始する経緯については簡単にご説明をした上で、活動内容と運用面というところを中心にお話をしたいと思っております。でまずですね、本学について少し先にご案内をいたしますが、東京外国語大学は、ご存知の通り現在ですと国立唯一の外国語大学ということになっておりまして、最近の動向としましては2000年にキャンパス全体を、府中の方に引っ越しをいたしまして、2012年度ですね、こちらの方では学部改編を行い、従来外国語学部一つ学部だったところを言語文化学部と国際社会学部の2学部に再編をしております。その結果としまして、現在、世界の27言語16地域、まあ、地域は大学の方で決めた括りではありますけれども、27言語16地域を専攻しているという、まあ、特色のある大学になっております。で学生数としては全体で約4600人、大学院生が500人強ですね。で図書館としては1キャンパスですので、付属図書館が、まあ、唯一の図書館であると、そういう、状況になっております。で、まあ、ごく最近は2000年に引っ越しをいたしておりますので、図書館もその時に当然新築をしていますから、格段に環境は良くなったわけではあるんですけれども、まあ、大体10年が経過したところで、その頃ですね、話題になっていましたそのランニングコモンズとか学習支援といった視点から、新しい図書館本当にうまく機能してるんだろうかということを、考え、まあ、点検をいたしまして、でその結果としては、グループ閲覧室というようなものも設けてはいますましたけれども、やはりその学習に適した重機や機材であるとか、まあ、そもそも人的サービスとして足りてないんじゃないかという反省がありまして、全学の、学術情報基盤の整備の一環ということで、大学 の中期目標中期計画ですとか、または概算要求事項にラーニングコモンズを設置し、学習相談デスクを、設備するということを、盛り込んでいましたところ、まあ、残念ながら概算は落ちてしまったんですけれども、2011年度に学内予算で、学内措置で予算が、うまくつきまして、うまく実施ができるということになりました。ですので、図書館のサービスとして企画をし、まあ、その図書館のサービスの位置づけで、ずっと運用をしているという状況になります。
で特にその人的サービスの学習相談デスクに関しましては、図書館がその時に独立したリファレンスカウンターがないといったような状況もありましたので、そういうところのカバーということも考慮しまして、コンセプトといたしましては、まあ、予約不要の、常駐のデスクにしようということと、資料検索からレポート相談まで、まあ、学生がじっくり寄れるところを作りたいということで、いろいろとそのどのようなサービスにするかということは議論はあったんですけれども、まあ、あの幅広く対応する窓口にしようということで、デスクのコンセプトを設定しました。そしてあの本学のその特徴であります、まあ、あの幅広い言語地域というところを職員だけで、全体的にカバーするというのは当然無理ですので、そのカバーできるスタッフは誰かということを考えていったときに、まあ、必然的に大学院生をお願いするのが一番良いであろうということになりまして、多言語コンシェルジュという名前で、スタッフを命名しまして採用することといたしました。でサービス開始は、ディスクの方が少し早めに始まってまして、2011年の10月から仮ディスクで開始をしまして、その2011年度中、並行してランニングコモンズの改修も行った上で、現在はあの愛称としてアットラボという名前をつけているんですが、こちらを2012年4月にオープンするとともに、ディスクの方もその部屋の中へ移動させたという状況です。でこちらがそのアットラボの、イメージです、どんなところで活動しているかということのご紹介になります。もともとはあのグループ学習室ですとか PC 部屋であるとかそういったものが立ち並んでいたところだったんですけれども、まあ、壁を抜いて一部屋にまとめまして、まあ、話しながら学習できる空間ということで改修をいたしました。部屋的にはまあ向かって下右手の方からですね、PC ゾーンがありオープンスペースがあり、まあ、あの予約のできるグループ閲覧室も一つだけ残した上で、左奥に、コンシェルの活動している学習相談デスクを配置して、このようなスペースで現在活動をしてもらっています。で簡単に設備の方を、お話ししておきますと、 PC ゾーンの方は、学内の、まあ、いわゆる情報センターですねの PC を置いていただいていまして、このゾーンでは、間仕切り可能な、仕切りを用意、あの可動式の仕切りを用意してありますので、エリアを仕切って、まあ、データベースの講習会であるとか、あのクラスガイダンスですとか、そういったことにも活用、図書館のサービスとしてのガイダンスなどもできるように、作ってあります。でオープンスペースの方は、まあ、席としては40席ですけれども、可動式の机ですとかホワイトボードを設けまして、自由に組み替えて使ってもらっています。で実際にその小部屋が並んでいた頃と比較して、あの大部屋にして、どうかというところでは、あのやはりその空間の柔軟性が出た分だけ実際に利用している人数も増えているという印象があります。で肝心の本題の学習相談デスクの様子はこちらになります。時間としては授業期の平日のお昼の12時から夜の7時まで、多言語コンシェルジュ大学院生が2名常駐をしています。最初はあの我々の勤務時間内の10時5時でやっていたんですが、学生さんがよく来る時間帯というのを探っているうちに、このお昼から夜までという時間帯になっています。で特にその夜ですね、あの8時から9時までという時間帯は後でお話をしますけれども、コンシェルジュ自身があのガイダンス等々の活動をしていますので、そういった時間に当てることで、あの授業が終わった後に来てもらえる時間帯という使い方もできるようになっています。で対象自体は当然本学の学生なんですが、相談内容としまして、レポートや論文、それから文献、情報検索の仕方、プレゼンの仕方といった、まあ、間口の広い学習についてのさまざまな相談について対応をしています。でこちらが、コンシェルジュの時間割、常駐デスクということですね。今こんな感じで、業務を行っていただいていますが、雇用数としては10名、内訳は修士が7名で、博士が3名です。で、あの、見ていただくとちょっと変わった言語がポツポツと、あの、散らばっていると思いますけれども、言語と地域のバランスに配慮をしながら、院生を雇用するようにしています。ただし、多言語コンシェルジュと聞くと、あの、全部揃ってるんじゃないかと
皆さん思われるかもしれないんですが、その27言語14地域を、全て網羅するというのは実際にはなかなか難しいところなので、予算的なところもありますので、まあ、雇用名10雇用数10名の範囲の中で、まあ、全ての言語ということではなく、例えばヨーロッパで、まあ、1、2言語、スラブ系で、誰か、東南アジアとか、東アジアでというような形の大くくりな、地域で、全体をカバーするようにというふうにしています。でまた、こういうふうに、細かくその言語ですとか専門が分かれてきますので、コンシェルジュ の、 何が得意かということが相談に来る学生に分かりやすいようにということで、時間割の他にコンシェルジュのプロフィールについても、詳しくウェブに公開して、自分がどの時間に行くと適切であるかということが学生さんの方で確認していただけるようにというふうに広報を行っています。続きましては、今来ております相談内容なんですけれども、もともとその間口を広く設定しているということもありまして、ご覧の通り多岐にわたっております。傾向としては、デスク始めてから卒論レポートに関する相談というのがだんだん多くなってきています。これはリピーターが少しずつ増えているので、彼ら自身が持ち込んでくる相談も少しずつレベルが上がってきているという部分もあるかと思っています。まあ、ですけれども具体的な資料ですとか情報を、求める相談というのも、少なくはない状態です。でその他履修ですとか、まあ、院試の準備で相談に乗ってほしいとかゼミの選択とかといったような、先輩の経験を、頼ってやってくるという相談もかなり多い状態です。で肝心の言語につきましては、コンシェルジュ の、 専門言語についてももちろん質問は来るんですけれども、むしろ留学生から日本語を見てほしいといったことであるとか、まあ、あとは英語のレポートを日本人の学生の方から見てほしいといったような、要望の方が多い状況ですね。当初の想定よりはその語学に偏るというよりは一般的な学習相談や日本語英語といったものに対する要求が高いという状態です。で基本的にその具体的な課題への回答であるとかレポート添削は対象外ですよということで、サービスを行っていますけれども、その日本語を見てほしいとか英語を見てほしいとかいったような、懸案、まあ、どこまでやっていいのかというちょっとグレーゾーンにかかってくるような懸案が出てくる場合には適宜関係の先生方の方に相談をして、調整をしながらどこまで対応していいのかということを、検討しつつ対応している状態です。でこちらが、学習相談の、件数になります。簡単な利用案内ですとか PC 関係の質問は除いた件数になります。でこちらは昨年度1年度丸々サービスをしたのが昨年度だけですので、その24年度の事例になりますが、学年歴に従って、まあ、当然ながらですけれども増減をします。で例えばその4月10月の履修の時期であるとか、6月7月とか1月といったようなところが本学ではレポートの課題が出る時期になりますので、そういった時に件数が上がってきています。学部生内訳と相談者の内訳としては、まあ、当初想定では、まあ、主に学部生ということでやっておりまして、そのこと自体は予想通りなんですけれども、大学院生の質問が案外多いなという印象があります。具体的に何かを教えてほしいということよりは自分自身 の、 その今やっていることをこう、ま、煮詰まっていることといったことをこう同じ院生に、話をすることでこう自らも整理をするし、全く違う分野の学生からそのスタジェッションアドバイスをもらうっていうことで、新しく自分でその先にこう行くためのいろんなアドバイスをもらうといったようなことに使っている院生が多いなという印象を受けています。今現在、2011年の10月にサービスが始まりまして、丸2年経ったところなんですけれども、全体の件数としては、まあ、徐々に上がってきているなというところになっています。であとはコンシェルジュにはその学習相談以外にも、活動を行っていただいています。で具体的にはメンバーを、コンテンツ班と広報班というものに、2つ分けまして、それぞれに、ガイダンスの企画
や実施をしてもらったり、学生さんに有効であろうと思われる学習用の資料の作成ですね、文をどう構成したらいいかとか、引用はこんな風にやるといいんだよといったようなことですとか、そういった学習用資料の作成を実施を行っています。もう一つ広報班の方では、デスクの広報と、ガイダンスを広報したり新聞を作ったりということで、デスクを浸透させる、デスクに人が来てもらう知名度を上げるための活動というのをしてもらっています。で、コンテンツ班なのか広報班なのかといったようなことは本人と、いろいろと話をして、自分としてはどういうものをやりたい、どっちが適切だと思うかといったようなことを聞きながら、本人の希望に従って、決めています。そして、どちらの班も、先ほど見ていただきました前年度統計ですね、それと学年歴というのを睨みながら、自分たちの活動がなるべく効率が高く、成果の高いものとなるように、統計と睨みながら、コンシェルジュが中心になって企画を立ててもらっています。こちらは、左側がコンテンツ班が作っています学習資料のリストで、右側が、広報班作成の、新聞ですね、事例になります。でいずれもウェブで公開している、他に印刷して館内で、配布していますが、論文構成といったような配布物は非常によく利用されています。おそらく持っていった人の2割ぐらいがデスクに実際また質問に来てくれたら連日大にぎわいなのになというぐらいにははけている状態です。主たる活動としては学習相談、対面の相談ではあるんですけれども、そこまでに至らずに、何かこういい情報があればそれはそれで学習の役に立つという学生さんに、対するサービスということも考えていますので、こういう直接の相談対応以外の形でも学生さんの、情報リテラシーの向上に寄与できるようにということで活動を行っています。そしてですね、私どもの方は、大学院生だけがその他言語コンシェルジュを、やっていただいているわけですけれども、その大学院生にサービスを担ってもらうということで、学生にとっては、先輩ですね、先輩という、より、先生、それから図書館の職員といった、ところの比較の中で、より相談しやすい相手の、特にその経験を、頼ることができるということ。で、図書館にとっては、学生の目線に、立った資料研作成ですとか、ガイダンス企画ができるようになったということで、やはりその大学院生だからこその活動のメリットというのを、感じています。また、図書館の職員にとっても、彼らの存在とか活動は大変刺激になっています。そしてその、彼らに十分に力を発揮してもらうためには、職員との間、それからコンシェルジュ同士、院生同士のコミュニケーション、それから情報共有というのはもう十分にやっていかないといけないというのは、当然なことではありますけれども、重要な事項です。班活動で、を行っているのもそういうふうに、コンシェルジュ間で、お互いにコミュニケーションを取りながら何かを作り上げていくということが、一つ、コミュニケーションをこう高めていく、方策になるだろうということで、班活動もその一環で行っています。で、またサービスの開始の当初はですね、こういった班活動の企画を、例えば図書館のオリエンテーションを手伝ってくださいとか、ガイダンス、何かこういうメニューの中でやってみたいものはありますかといったことを図書館側の方からかなり企画を出していたんですけれども、現在は、院生自身の、知識やアイデアというのを活かす方向で、企画を立てています。で、その方がその企画としてもこう面白いものが上がってくるということも当然あるんですけれども、先ほどの発表でもお話がありましたが、やはり院生自身の成長を促す機会としても捉えてほしいというところがありまして、自分の専門や経験をその学部生に役に立つ形、役に立つものとして、その一般化、再編集してガイダンスや資料にまとめるということ自体が院生自身にとっても、価値のある経験であろうというふうに思っていますので、そういう意味でも極力院生自身の、アイデアを生かすと型にはめずに自由に活動してもらうというところに、やりながらだんだんと今シフトしてきている状態です。
で、まあ、それを実現するためにも職員側の方も当然その院生との活動を、楽しむというスタンスがないとなかなかうまく回っていきませんので、そういったことはまた大事なことかなというふうに思っています。続きまして、運用面のところでお話をさせていただきます。基本的には学内公募で行っておりますけれども、志望動機ですとか専門分野とかTA の経験なんていうことも確認しながら、それとは別にスキルシートというのを提出してもらいまして、図書館のサービスや検索ツールをどれくらい知ってるかとか、使っているかとかといったことを確認をしています。で、また本学は留学生が多いので、一定数留学生は必ず採用をするように、配慮をしています。待遇自体は、実際の雇用は社金で行っていますが、金額としては TA に準じるような、時給を支払っています。そして、採用した、コンシェルジュについては必ず事前研修を受けていただきます。レクチャー3日間と自習を兼ね、つけまして合計で21時間という、大抵この話をするとどこの図書館の方もびっくりされるんですけれども、内容的には書かれております通り図書館サービスや、分類蔵書の配置の確認から、まあ、オンラインサービス系の習得を徹底してもらい、まあ、通常の、検索ガイダンスプラスアルファコンシェルジュなんでここまで知っててねというところも踏まえて、レクチャーをするようにしています。でそれ以外にその一番彼らにとって、心理的なハードルが高いのが学習相談なので、学習相談の心構えを確認したりとか、まあ、現役コンシェルジュや職員を相手に、相談する側される側両方をやってみるという形で模擬相談を、1日程度時間をかけて、準備をしまして、かつ過去の相談記録も、確認をある程度終了した時点で、デスクに座ってもらうというふうに、レクチャーを行っております。で実際のところこれをここまでやらなくてもじゃあ院生何もできないのかといったことは全くそんなことはなくて、検索にしろその相談対応にしろ基本的な能力というのはもちろん問題はない人たちなんですけれども、まあ、彼らの誠実さの表れでもあるんだと思いますが、やはりその不安な点としては、まあ、普段使わないサービスですとか、まあ、知らないことを、答えられないというような状況でいる自分というのは嫌だということと、それから特に学習相談についてはどこまでやったらそれでいいのかっていうこと、またスムーズに対応するためのコツとかノウハウってやはりあらかじめ知っておきたいということを強く言われますので、図書館側としてもそのコンシェルジュ側の知識や技能を、まあ、一定レベルには揃えておきたい、やっぱり院生の分野ごとに得意不得意っていうのは必ずありますので、そういうところを揃えておきたいっていうこともありますので、お互いに、時間と手間は非常にかかるんですが、一通りのレクチャーをきちんとやって不安の極力ない状態で、業務についてもらうというふうに、メニューを組むようにしています。でこちらは、研修資料の一つであります学習相談対応マニュアルの、一部です。コンシェルジュ自身、初代のコンシェルジュが、まあ、自分たちの経験を形にしまして、その後定期的に、見直しをしながら現在のコンシェルジュに引き継いでいます。でデスク開始当初はもうコンシェルジュも、職員側も学習相談については特にかなり手探りだったんですが、まあ、こういった知識を、マニュアル化して、引き継ぎながらメンバーが入れ替わってもその内容質が維持されるようにということで努めています。そして、実際に業務に入った後のフォローとしましては、相談は必ず記録シートをつけてもらっているんですが、それを職員が必ず、確認をしましてコメントを入れて、でコメント後の記録をコンシェルジュ全員が、閲覧して次の相談の参考にするというふうに、回しています。でその他に学期に 1,2 回全員ミーティングを、行って運用面の問題点等々の洗い出しをしたりですとか、まあ、必要に応じて班活動のための班別ミーティングを行うといったようなことをしています。実際にコンシェルジュの方からは、まあ、こういったこととは別に勉強会のようなことをしたいと希望も上がってきたりはするんですけれども、実際には全員まとまった時間を取るというのはなかなか難しいところがありまして、まあ、その分もあって事前研修に力を入れているという状況ではあります。
また、サポート体制なんですけれども、職員側ではワーキングという形で、研修ですとか勤務管理、日々のサポートを分担をしています。前任の担当者というのは本学等図書館としてはおりません。あとは教員側のサポートとして図書館委員会から担当の委員を任命をしていただきまして、デスクの運用上の課題があれば適宜相談したりですとか、実際にはまだないんですが、相談で困ったことがあれば助けていただくためのメーリングリストといったようなものも、作成をして、このような体制の中で、運用をしている状況です。で、最後になりますが、今後の課題と書きましたが、現在力を入れていることとしては授業連携になります。昨年度から学部の1年生が論文の書き方を習う、基礎演習という授業が始まっていまして、でその授業課題として、プレゼンをやったりとか、論文を作成しないといけないんですが、そのためのテーマですとか構成、それから参考資料の検索の相談相手ということで、コンシェルジュの方で協力をしています。で、こういった授業を通じて、学生にとってもデスクが日常のサービス、日常の、すぐに使える場というふうに認識をしてもらった結果として、それがまた学習相談の件数のアップにつながれば良いなというふうに思っています。そしてまた、なかなか実現できてないんですが、そういういろいろな活動が広がるに、対応できるようにメンバーのスキルアップのための研修というのを、なんとか企画していきたいなというふうに思っております。以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。先ほどの職長さん のご発表等のように、事実関係の確認だけもし何かしてしたいことがあるというようなご質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それではまた後ほど質問の時にお願いをしたいと思います。それでは3人目ということになりますけれども、国際基督教大学の利根川公子さんに、国際キリスト教大学図書館のライティングサポートデスク、大学院生からの学部生の支援を巡ってということで、お話をいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。国際キリスト教大学の利根川公子と申します。よろしくお願いします。今日は、国際キリスト教大学図書館のライティングサポートデスク、大学院生から学部生の支援をめぐってというテーマでお話しいたします。具体的な内容なんですけれども、大学の学習支援はなぜ必要か、なぜ学習支援を大学図書館でやるのか、ラーニングコモンズの中のライティング支援の位置づけ、そういったことを踏まえまして、具体的に国際キリスト教大学のライティングサポートデスクについて、お話をしていきたいと思います。そして、これまでの課題とその対策、そして今後の課題を最後にお話しします。で、まず大学の学習支援はなぜ必要かっていうことなんですけれども、皆さん多分それは当たり前でしょうと、学生さんの、学問の成長を支援する、これは我々の役割ですというふうになると思います。確かにそうであって、特に大学図書館では、早くから資料情報の提供やレファレンスサービスの提供などを通じて学生さんを支援してきました。そして、最近の、情報技術の飛躍的発展に伴って、情報機器ツールの提供助言、メディアの提供、場の提供、そしてそこでの、ライティング、支援、学習支援ということに、どんどんとその学生さんへのサービスは発展していっているわけです。で、ここで大切なのは学生のための支援なんだというその視点ではないかと思います。そして、実際に学習支援をじゃあなぜ図書館でやるのかということについてなんですが、実は、学習支援図書館の外でも行われています。例えば同志社大学、関西学院大学、工学院大学などでは、
学習支援センターなど独立な組織、建物を新設するなどして、そこで、学習支援を展開されています。それでも、全然構わないと思うんですね。大学には個々の、理念とそれからさまざまな条件があって、その中で適切なものを選んで学習支援するのが一番いいと思います。ただ大学において学習支援をするということも活発に行われています。国際基督教大学もそうなんですけれども、それ以外に、明治大学、立教大学、立命館大学などでも、盛んに取り組まれていますし、ここ、千葉大学アカデミックリンクセンターでも、ラーニングコモンズというもので、提供されていると思います。大学図書館での学習支援、これはラーニングコモンズの提供という形で行われているという特徴があります。大学でのラーニングコモンズの文脈というのをたどってみますと、実は1990年代頃からのアメリカやカナダでの大学図書館で始まるんですね。でその背景にはインターネットの普及、情報通信技術の発展というものがありました。まず最初にインフォメーションコモンズとの提供がありまして、そこから学習という機能により重点を置いたラーニングコモンズが、に取り組まれ、そして、活発にそれが大きな成果を上げるということが出てきましたし、日本の大学図書館でもいち早くこういったようなことを取り上げて、そして日本の大学図書館でも大きな成果を上げつつあります。ラーニングコモンズということも概念なんですけれども、一つの場、ワンストップで多様な学習支援、総合的な学習環境を提供するサービスである。これが、ラーニングコモンズのコンセプトとして考えられると思います。そしてこのラーニングコモンズの中にライティング支援というものも含まれているわけです。そして、このライティング支援を含むラーニングコモンズ、これが、うまく大学図書館の中で発展していくための、条件として2つ私は考えられると思います。まず第一に、ラーニングコモンズは図書館レベルを超えて大学レベルで設計するものであるということです。図書館で行う、ライティング支援ということで、より教学プログラムの、いろいろな機能とか、それから先生方、教員が行っている教育活動に密接したサービスになります。それだけに、よりこのライティング支援をするときはですね、全学的な位置づけと、それから図書館レベルにとどまらず大学レベルで位置づけられる、設計される必要があると思います。それから個々の大学には見学の理念、教学プログラムの特色というものがありますけれども、こういったものが、よく検討されて反映される、そういったラーニングコモンズにする必要があると思います。以上の、ことを踏まえまして、国際基督教大学のライティングサポートデスクについて話を進めたいと思います。まず国際キリスト教大学の概要なんですけれども、学生数3000人ぐらいの小さな大学になっています。そして教養学部一つの学部しかありません。そこに2800人の学部生がいます。であとは あとはですね大学院生が、前期課程、後期課程ありますけれども、全員でだいたい160人ぐらい、こういった構成の大学になっています。そして、国際キリスト教大学のライティング支援を考えるにあたっての条件として、その教学プログラムの特徴について簡単にご紹介したいと思います。まず、リベラルアーツの大学であるということですね。4年間をかけてリベラルアーツ教育をする大学です。そして、特に、特徴的なのが1年生のほとんどと、それから2年生の時の6単位を使って、英語教育プログラムがあるんですが、 English for Liberal Arts Program というのを、実施しています。これは大学でのアカデミックなスキルの基礎をですね、英語で、
行える、そういったことを目的とする集中英語教育プログラムになっています。そして2年生の時には全員に英語で論文を書くという2単位の授業を取って、そこで論文の必修の課題があるということで集大成ができるようになっています。また教員の授業指導形態としてはリザーブブック、グループ学習、プレゼンテーションなどが対応され、またアドバイザー、アドバイジー制度で学生への相談などができるようになっています。またもう一つの特徴として挙げられるのが、このイングリッシュ・オー・リベラルアーツプログラムと連携した形で図書館員による資料収集法、データベース検索法のレクチャーが実施されて、長年にわたって実績を積んでいるということになります。実習例としては、例えばデータベース、プロクエスト、J ストア、レキシスネクシス、OECD、アイライブラリー、エブスコモストなどなどを使って、実習を行っています。このような、教学プログラムの特徴を背景にしまして、そして、ライティングサポートデスクというものを2010年の12月から取り組んでおります。だいたい今2年と10ヶ月ぐらいになりました。その概要についてご説明いたします。まず位置づけ、全学における位置づけですけれども、2005年、国際キリスト教大学教学改革委員会によって、ライティングセンターの設置が全学的優先課題として教学改革の課題として位置づけられました。これが一つ大きな事項でした。そして2010年12月にライティングセンター設立を目的とするパイロットケースとして運営を開始しました。ライティングサポートデスクの運営が開始されました。組織的には2800人のほとんどの学部、ほとんどの学生を占める学部生ですね、その、教学プログラムのトップである教養学部長室と、それから図書館との共同の運営になっています。そして目的なんですけれども、学生のニーズ、運営上の問題点などに対応し、そして全学的ライティングセンター機能を実現するということが目的になっています。皆さんの配布資料にはパイロットケースとしてのライティングセンターの目的が書いてありますけれども、さらに、今年の4月から、拡充した機能として、全学的ライティングセンター機能を実現するということが目的になりました。そして場所なんですけれども、オソナ図書館というラーニングコモンズの中に設置されています。人員は、図書館レファレンスサービスセンターの職員がライティングサポートデスクの職務を兼務するという形で運営しております。現在専任職員3名、派遣職員1名、そして、2012年の12月からは嘱託1名が増員されております。このライティングサポートデスクのセッションの数を棒グラフにしてみました。ブルーが予約制のセッション、赤い方が予約不要のセッションの数になります。これを見ながらちょっとまとめてみますと、まず2012年秋学期をご覧ください。この時前年秋学期の 3.4 倍の利用者数が得られました。これちょっと一つのブレイクスルーでしたね。そして、2011年度の、延べのセッションの利用者数は96人でした。それに対して2012年度は185人でした。ほぼ2倍増加いたしました。そして、セッションの利用者の延べ総数ですね、それが、356名ですが、これは全学部生数2800人の 12.7% に相当します。今のところ、大体学部生の10人に1人ぐらいは
ライティングサポートデスクを体験したなというそういった状況になっております。次にライティングサポートデスクのチューターについてです。平均しますと毎学期チューターは13名ぐらいで運営しております。国際キリスト教科大学の大学院生数少ないんですね。160人おりますので現在そのうちの 8.1% はチューターであるという計算になります。そしてライティングサポートデスクの利用者、主な利用者なんですが日本人学部生の日本語および英語のレポートと卒論、これが支援の内容、利用者とその支援の内容になります。その他にノンジャパニーズ学部生の英語、日本語、レポート、卒論も応募があれば受け付けますし、また大学院生のレポート、論文などの要望があればできる限り対応するようにしております。でその他にですね、就職活動のエントリーシートについての相談、それから奨学金を申請するとき その応募の用紙の相談もありますし、あるいは学習障害の学生についてのサポートをカウンセリングセンターと連携して行っていたりします。また授業のプレゼンテーションの資料の作成の相談にも応じておりますし、大学院へ進学する学生の相談にも乗っております。ライティングサポートデスクの仕組みを簡単にご説明します。まず学生はライティングサポートデスクのサイトからセッションの申し込みをします。で、ライティングサポートデスクではそれをマッチング、チューターと学生さんとのマッチング、相互連絡、確認記録をします。そしてセッションは40分、で前準備10分、後作業10分、チューターの方は行います。後作業ではチューターレポートを必ず作成していただきます。また参加学生はですね、満足度のアンケート調査にご協力をいただいております。またライティングサポートデスクではそういったものの集計、情報収集活動、そして分析、それから各種の報告書の作成、広報活動を行っています。また定期的な、チューターのスキルの向上を目的とするワークショップの開催、それから講演会を開いたりしております。これは持ち込まれた文章の、執筆段階をまとめたものです。レポート、卒論ともに、構想段階、アウトライン、ラフドラフト、最終稿に分けて統計を取りました。ここで最も、特徴的なことはレポート段階における、レポートにおける構想段階の相談が非常に多い、 24% に上っているということです。つまり、一文字もライティングをしていない、書いていない段階から学生が相談に来ているということなんですね。これが大きな特徴となっています。次に学生の満足度アンケート調査の結果についてご報告いたします。11の側面からアンケートを取っております。そして4段階評価で4、最も満足度が高いのが非常にそう思う、1、最も低い評価が非常にそう思わないと、こういった形でアンケートを取っております。そして、図に示しましたけれども、ほとんどの項目におきまして、3.50 から 4.00 の間に、平均値が位置しております。高い満足度が得られたと思っています。そして、これまでパイロットケースとしての活動から、今日に至るまでですね、課題がありました。その中で大きく3つの重要な課題があったと認識しております。それに対してどういう対策を取ったということを簡単にここでお話ししたいと思います。まず第1の課題、ライティングサポートデスク、全く今まで存在しなかったサービスがある日突然と大学図書館に存在し始めるという、誰にも認知されなかった状態から認知度をいかに上昇させるかということに対する対策なんですが、
あらゆる機会の広報活動、予約不要キャンペーンを行いました。それから教員からの推薦を獲得する、学生さんにライティングサポートデスクを推薦してもらう、ライティングサポートデスクの趣旨を理解してもらい、協力を教員から獲得する、この課題に対しては教養学部長など、行政職によって教授会などで説明してもらう、教員向けの解説チラシを作成し、利用状況満足度調査を詳細にわたって報告し、専門の外部講師によって講演会を開催するというような対策を取りました。3番目の課題、セッションの目的、チューターの技術の明確化を図り、学生教員の信頼満足度をアップする、この課題については分かりやすいホームページにリニューアルしました。また学内外の専門講師によるチューターのスキルアップのためのワークショップを開催し、チューターの教育体制の整備を図るということを行いました。そして最後に、ではこれからの課題ということなんですけれども、まず学内外のライティング専門講師との連携をさらに深める、チューターの教育体制を整備する、教員の理解と協力をさらに得る、セッションの効果を客観的に評価する、学生の満足度アンケートはしているんですが、別な角度からの評価ということも今後検討していきたいと思っています。この点について皆様の中にもしいろいろなアイデアがありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思っております。それから、ファカルティディベロップメント、就職相談室、カウンセリングセンター、特別学習支援室、アカデミックプランニングセンターなどとの連携を促進し、学生教員のニーズに応え、そして最後にですね、こういった課題を通じて全学的総合的な機能としてのライティングセンター機能を実現させ充実させるということになります。はい、以上が国際基督教大学ライティングサポートデスクについての、私からのお話になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。何か事実確認的なご質問があればお聞きしますが、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは3人の講師の先生方、どうもありがとうございました。今からちょっとですね、5分間ほど時間をいただきまして、ディスカッションができるように非常に会場整備をさせていただきますので、休憩をいただきたいと思います。早速質問の方をしていただこうと思うんですけれども、実はアカデミックリンクセミナーは、何度か来ていらっしゃる方はお分かりと思いますけれども、動画で撮影をしていてですね、これは公開されますので、そのことをあらかじめご了承いただきたいと思います。それから、ご発言の際に、ご所属お名前をお願いしたいと思います。それでは前半の3つの報告に対して、先ほど報告ごとにですね、簡単な質問の方はいかがでしょうかというようなことを聞きましたけど、すぐには出てこないということはあったかもしれませんが、そういったものから先にお受けしたいというふうに思いますけれども、どなたかございますでしょうか。よろしいですかね。それではですね、いくつか3つの、それぞれちょっと性格が全く異なる、内容をご報告いただいて、おります。島根大学さんの方からはですね、学習支援も関連しますけれども、で学習支援も実際に行っていますけれども、どちらかというとその図書館を利用することのそのピアサポートというところの、
に重点を置いてご説明いただきましたが、まあ、その他に、TA であるとか、そういった他部署の学習支援ということとの協力という関係についても少し触れていただいております。それから、国際キリスト教大学の方ではですね、何よりもその大学全体として大学の教育ということの必要性から出てきたその学習支援という位置づけになっているのが強い特色になっているということもあります。でまたその図書館の支援であるということと学習支援ということの両方にまたがるようなもの、そしてこれが図書館の主催であるということが外語大学の、まあ特徴というふうに言えると思うんですけれども、まあ、この3つに1つはまたがるようなことでですね、まあ、3人4人の方に、少し、議論をしていただければいいかなというふうに、思うわけですけれども、まあ、その単純な質問ということでなく、そういったもう少し踏み込んだ論点のものの質問というのはどなたかございますでしょうか。特に思いつかないでしょうか。じゃあ私からしちゃっていいですか。はい、ありがとうございます。まあ、今ちょっと申し上げたことに関連してですね、おそらくそのまあ、今日ご報告してくださった皆さんが相互にちょっと聞きたいと思っているだろうなというところをいくつかお聞きしたい、まあ、すればいいのかなというふうに思うんですけれども、一つはですね、やっぱり先ほど言ったようにその図書館というのは従来その図書館員からするとそこにいた利用者なわけですけれども、大学図書館で、彼らはなんていうんですかね、資料を利用してゴールではなくて、そこから先その内容を勉強しに来ている。で、まあ、そういうところで、その全学の教育とかですね、学生の学習っていう図書館外、まあ、授業を中心としたものとの関わりの中にあるということになるわけですけれども、まあ、お話をお聞きした感じではですね、その例えば教員であるとか減額の教育、全学の教育組織ということとのその協力関係に濃淡があるように思うわけですね。でそれは課題っていうふうにおっしゃられた方もいましたけれども、まあ、これを巻き込む、あるいはその全額にうまくこっち側巻き込まれていくっていうことをですね、するにあたって、まあ、どういう工夫をしてきたか、あるいはうまくいってないという場合にはですね、どういう課題があって、その特にどういうところで、まあ、場合によってはここにいる皆さんの知恵を解釈したいと思っているのかと、いうところに沿って、まあ、ご報告の中でも触れていただきましたけれども、簡単に一人ずつそのあたりのお話を、お聞かせ願えればいいかなというふうに思うわけですけれども、座ってる順にお話しいただいてよろしいですか。庄司さんの方から。島根大学で図書館コンシェルジュ始めるにあたりまして、教育開発センターというですね、FD を担当しております、部署に、相談をしまして、まあ、結果的にそこの協力を得られまして、お金をもらっているということなんですけども、ただですね、図書館の利用支援という形で、やっていくだけではなくて、できるだけ教育の授業とですね、中に入り込んだサポートということをずっと模索してきてたんですけども、結果としてですね、教育開発センターがやっておりますスタートアップセミナーという初年次教育の授業としか、まあ、連携ができないということでありまして、もう少しですね、幅広く他の教員との連携ができるような形で考えたいなと思っておりますが、そこはちょっとまだ今一つですね、広がりが持てないでいるというのが課題です。でこれにあたりましては、もう少しですね、学内的なアピールということが不足しているかと思いますので、今後取り組んでいきたいと思っております。以上です。東京
附属図書館の学習相談としましては、まあ、まず図書館から始まったサービスであると、あの全学のその何がしかの方針があって、図書館でそれを行うという形ではなかったというところがありますので、サービスを始めて以降図書館の側からぜひ授業で使ってほしい、なんとか連携関係を持ちたいというこちらの方からあの、まあ、片思いから始まるというような形で、動いていました。あの実際にはその先生方にあの呼びかけは、メーリングリストを通じてですとか、あの教授会であのこういう活動をしていますというような形で、デスクの認知度を上げていくという活動は当然してきているわけですけれども、実際にそれで使ってくださっている先生方というのは、日常的に本人が図書館を使ってくださっている先生方で、クラスガイダンスというような形でその図書館の方にあのゼミ単位でのガイダンスを申し込んできてくださるような先生方というのは、積極的にその授業の中で、デスクに行って相談してきてくださいといったことをあの学生さんの方に、言っていただけるわけなんですけれども、あのそうでない部分になかなか浸透しないというのがあの悩みでした。でちょうどそういうところでどういうふうにその授業連携を拡大していけばいいかというところを考えていたところで、学部1年生 の, あの基礎演習が始まったというところがありました。で基礎演習に関してはむしろその基礎演習の、担当の、先生方の方からあのデスクを利用しても構わないのかといったようなあの声掛けをいただきましたので、ぜひぜひ使ってくださいということで、今は、まずそこを一つあの大きいターゲットとして考えています。で逆にその先生方にあの使っていただいた結果として、あの先生方がどうデスクを評価するのか、何が足りていて何が足りないのかといったことをあのそこで分析しながらまた先へ進めていくといったことをしていければ良いかなと思っておりますし、その、基礎演習自体、37、8名の先生が関わっていらっしゃる授業ですので、ここでうまく連携ができればそれぞれの先生方 の, あの通常の授業の方にまた広げていけるのかなというふうに期待しているところもありますので、まず今年に関してはあのそこに注力して、今後の展開を図っていきたいと思っているところです。国際キリスト教大学ではライティングサポートデスクを最初に立ち上げるときにですね、一部の教員から、その先生方が卒論の指導をしていると、あるいは授業でレポートを課していると、それに対してそのライティングサポートデスクというところで、チューター、大学院生のチューターが指導することと一体どういう関係があるのかっていう疑問が一部の先生から出されました。しかし、それとともにあのまた逆の立場からライティングサポートデスクに大いに期待したいという一部の先生の意見もありました。それはあの最近 の, その学生の傾向として、非常に高い能力、ライティングの能力を持っている学生は今も昔も変わらないんだけれども、あのそういったライティングのスキルについて、いろいろとチューターの助けを借りて学ぶということが必要な学生が増えている。で、現在の教員はそういった学生の非常に基礎的な教育に、指導に時間を取られるあまり、本当は自分たちが最もしなくてはならない専門的な指導ですね、そういったものに十分に手が回らない、そういうことがあるんだと。で、そういった一部の先生方は、この基本的なライティングの指導について、大学院生のチューターでそのライティングサポートデスクでやってくれるということに大いに期待をしていると、そういったあの意見もありました。で、重要なのはいろいろな先生のその意見をですね、情報収集するっていうことも、大切なんじゃないかなと思いました。そしてまたそういった現状の、理解の上に立ってライティングサポートデスクでは、どういう理論武装をしたかと申しますと、ライティングサポートデスクにおいては、チューターがそのライティングにおける基本的なことについて、指導します。しかし添削とかあの構成とかそういうことは赤を入れるということは一切しません。
そうではなくて、そのライティングという場で、対話を通じて学生が自分の問題に自ら気づき、自分の力でライティングのスキルを向上する、そのためにチューターは援助します、支援します。でこういった活動によって、先生方はよりご自身のご専門の指導に専念できる形になると思います。また、大学院生にとっては、今後教授職に就く方々も多くあると思いますけれども、大学院生がですね、で、これまではその研究の指導というのは行われてきましたけれども、教え方、教授に関わる、経験を積むという機会はあまりありませんでした。そういった意味でライティングサポートデスクのチューターは、その教育する、教えるということのいわば土台を形成するような経験をですね、基礎となる経験をライティングサポートデスクの中で学ぶことができます。こういったような、理論化を図って、そして、住み分けのご理解をいただくということを一つしました。それからもう一つは、教員はそのそれぞれの専門領域の、プロ、専門家、専門職であります。ですから生半可なことでは納得していただけない先生も中にはあります。というわけで、その専門のライティングの、先生による指導について、それを取り入れるとか、それからそのライティングサポートデスクの内容について、専門の先生方にも十分理解や納得が得られるような形の説明広報に努めました。以上です。ジョッチ話題のことについて簡単に説明してもらえますか。ジョッチ話題についてはアカデミックリンクセンターが、まあ、全国的なアカデミックリンクの実現ということで立ち上がって、まあ、位置づけられて、まあ、力を注いでやっているところなんですけれども、すみません、私学習支援部長担当の突然増えてすみません千葉と申しますけれども、学習支援に関しては、まあ、2011年に試験的に2ヶ月ほどやって、まあ、今年がまあ年としては3年目なんですけれども、最初の頃には教員集団なんか等で学習支援デスクを立ち上げるということで教員集団と連絡を取って、推薦制で学生の方を推薦していただいて、まあ、そこから採用していたということがあったんですけれども、まあ、正式に始まった去年から2年目という、まあところで、まあ、公募になりまして、その段階で直接的に学生を推薦してもらうということではなくなってしまったところで、まあ、研究室との関係が、まあ、間接的に、まあ、その所属している学生の方に間接的に、まあ、紹介して、まあ、学習相談デスク の応募を紹介していただくという形で関わってくださっている先生がいらっしゃられるんですけれども、まあ、ちょっとそういった形になってしまったので、なっているところがあるので、学習支援自体、デスク自体の、まあ、大学での位置づけをもう少し明確化して、研究室や教員にアプローチしていくことが、まあ、これから少し必要ではないかなと個人的には思っています。はい、ありがとうございました。まあ、今のお話からまたさらに別の論点というのも出てきているようには感じるんですけれども、まあ、皆さんの方からももし関連して何かご意見、ご質問があればお受けしますが、よろしいですか。まあ、今お話しいただいた線引きを、まあ、はっきりさせてそこをアピールするであるとか、まあ、逆に言うとそのある部分まで その教員の関与っていうことを積極的にやってもらうというような形でやっているという話などもあり、まあ、そこも興味深いところなんですけれども、今ちょっと教員をですね、加藤さんの方からですね、外大の
先生方からのこう評価というようなお話にはつなげているということがあったんですけれども、あの最初のうちはあの極少数の教員たちがまあ関心を持っていただいていたというようなことで、ご報告の中にあの教員のサポートであるとかあの、メールですかなどを通じてというのはその極少数の教員がやってくださっていたという段階の話なわけですよね。それに関しましてはその図書館側であのバックアップ体制として、その図書館員の先生にお願いをしてサポートメンバーに入っていただくということなので、どちらかというとその、体制作りの方の話としてメーリングリストがあったりとか先生方に関わっていただいたりとかということをしています。でそれとは別に日常図書館を使っていただいている先生の方にもあの授業連携とか、まあ、授業で活用していただきたいということをお願いをして、あのいくつかの広がりは出てきているんですが、あのそれがまあ大きなつながりにはまだなっていないので、その部分をこれから模索していきたいというところです。あ、そうしますと、この基礎演習あの一年次の必修科目を通じた聴力関係で、まあ、先生方から評価がもういただくと、これはこれからやっていきたいという話で。そうですね、あの授業自体は昨年度から始まったんですが昨年度はそのまだ積極的に利用していただくというところまでいけなかったので、今年あのよりこちらからもこうアプローチを強くしておりまして、であの一部のあの授業ではもう必ず課題を出したらコンシェルジュのところに行ってくださいというようなことをあの指示を出していただいたりもしていますので、あの今年があの具体的に、先生方から見たときにどれだけその、頼りになるのか役に立つのかというのがはっきり見えてくれてしまうというふうに思います。分かりました、 ありがとうございます。今のはそのこのサービスを学生があの使った場合あのどれだけ有効かということの、まあ、評価をどうするかという問題なわけですね。でこれを、授業を担当する先生からの評価をあのちゃんといただけるような仕組みが、まあ、拡大すればまあ、もっと有効なこの先どうしていくかというのは、まあ、見えていくだろうということですけれども、両方あってあの先ほどの皆さんのお話の中であのサービスを提供する側の成長という話もあって、この ICU の方では、まあ、例えばその大学院生のプレ FD のような効果というようなことで理論武装したという話もありましたけれども、サービスを提供する側の成長ということに関してもですね、その、何をもって成長というのかというか、まあ、あるいは何をもって成長というのかを誰が決めるのかといいますかね、そういったあたりの問題というのはおそらくあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、ですからそのサービスの効果とそれからサービスを提供する側の成長ということの両方に関わる評価というのをですね、まあ、その観点から見てあの、まあ、今加藤さんの方からはお話を聞きましたけれども、他の二方の方からあのどういうふうに考えてどういうふうにしようとしているあれはしたいと思っているのかというところを少しあの広げてお話しいただければと思うんですけれども、庄司さんいかがでしょうか。はい、先ほどの発表の中にですね、あのサービスをする側の成長ということで、それぞれあのレポートを書いてもらっている中でですね、いくつかの項目観点に該当する記述を抜き出して、それで評価したということなんですね。あくまでこれは本人、コンシェルジュ本人の主観に基づくものでありまして、それで本当にあなたは成長したのと、と言われてもですね、なかなかそれを立証することは難しいかなと思っているところでして、成長、何をもって成長をどうするかというのは、ちょっと客観的な評価が非常に難しいかなというところであります。でもう一つのこのサービスを受けた方の学生の、まあ、スキルの向上と
言ったようなことにつきましても、現時点ではそれを評価するようなデータを取っておりませんが、今後それは必要であると思っています。で、それをどういう形で取るのかというのはちょっとずっと悩み続けておりまして、未だちょっとそれが取りかかれないでいるというところなんですけれども、何らかの形でですね、サポートを受けた学生が、まあ、感想でもいいですので、アンケートという形で、まあ、このサービスを受けて、ことによって自分は何が、できるようになったと、解決できたといったような形で の調査はぜひしたいなと思っているところです。大学院生のチューターさんたちで、卒業、修了ですね、修了する直前にですね、数名インタビュー調査をして、どういったところでご自身が自ら成長したと感じているのかっていうようなことをですね、そういった情報が得られないかなということで、直接的にそのような問いをするようなインタビューではないんですけれども、インタビューをして、そしてそれを一部記録には取っています。で、今後も、そういったことは一つやっていきたいと思っています。で、そこから、今後何か分析して、何らかのデータが出るかどうかということになるかと思います。実際に数名、まだ数名にしか過ぎないんですが、チューターを務めた大学院生の方々にインタビューをした結果、個人差が非常にあるということも一つ見えてきました。ただその中で、まあ、ある程度その大きな自身の成長にもつながったというような内容も多く聞かれています。また別な角度から、現在はセッションの受けた学生さんの満足度調査のみなんですけれども、他の、角度からですね、何か、評価できるものがないかっていうようなことについて、まあ、大学院生自身の自己評価、成長の評価とは違うんですけれども、そういったことはこれから、いろいろと調査していく必要があるなと思っています。ありがとうございます。何かやってましたっけ、評価書何かあったらちょっと紹介してください。客観的にそういったことを評価できることは今の段階ではやってないんですけれども、一応一期に2回、1年間に4回振り返り会ということで、スタッフをほぼ参加できるものをほぼ全員参加でディスカッションというのを時間を取ってやってるんですね。で、その議事録をできるだけその詳細に取っていくということで、まあ、今後その中で議論されることについてどういう変化が見られたかっていうのは分析していかなければならないなと思っています。そうでした。はい、ありがとうございます。申し訳ないです。あと2つだけ乗っかる聞きたいことがあるんで、いいですか、すみません、ね。1つとも言っちゃうとですね、やはり先ほど の報告の中から、庄司さんの島根大学さんの方の、ね、お話の中で、興味深かったのが、他部署がやっているまあ、つまりそのいろんな部署のその部署なりの支援というものを図書館という場を、まあ、一体となってやっているというようなお話がありまして、で、富川さんからは大学図書館のランニングコモンズということや、まあ、そこにおける支援ということの全体像、その ICU さんに限らずですね、全体としてのという話を見事に、最初にまとめていただいたお話があって、まあ、これとも関わってくるわけですけれども、まあ、大学図書館っていう場所が、その学生がですね、勉強する目的を持って、どの学生も集まってくる場という
意味ではその学習支援を提供する場として、やはり最もふさわしいんじゃないかなというふうに私は思っているわけですけれども、このさまざまな他の部署による支援、まあ、あるいは、その大学なんていうんですかね、少なくとも図書館の利用ということに限らない支援をその大学主体、あ、ごめんなさい、図書館の、まあ、主催というか主体ということに限らず行っていくということの、まあ、メリットデメリットといいますか、あるいはこうそれを実現する工夫といいますか、まあ、すでにやられているところは、まあ、そのあたりのことをお話しいただきたいと思いますし、まあ、逆に、東京外国語大学の方ではその図書館の方で、主体的に始めているということなんですけれども、まあ、そのことと、まあ、先ほど最初にお聞きしたことと少し被るかもしれませんけれども、その観点で、まあ、少し展望などお話しいただけるといいかなというのが一つなんですね。でそれと関連してと言いますか、まあ、逆にと言いますか、そういうことをするときに、これ加藤さんの方から、図書館員がこの支援のプロジェクトといいますか、まあ、事業をやることを、まあ、みんなで楽しんでいくと、図書館の職員の方が、まあ、楽しんでやっていくというのが、まあ、非常に大事だと、いう、まあ、これは実は一度私はその見せてもらいに行った時があるんですけれども、その時の様子が まさにそんな感じでですね、なんていうんですかね、まあこんなに元気じゃないとやっぱり続けられないのかなとかいうふうに思うほど皆さん明るくやってらっしゃったわけですけれども、そのどうしたら職員がですね、そういうことを大事だと思えるか、あるいはどうしたら職員がその図書館の外とか、全学のその図書館以外のところにも、まあ、いる学生に役に立とうと思えるかっていうんですかね、何かこう意識改革のようなことをこうするのかどうかとか、まあ、あるいはこうそういうノリを作っていったのかとかですね、まあ、そのあたりの話と、まあ、裏表の話に先ほどの質問となると思いますので、まあ、両方ちょっと何か工夫されたこととか思っていらっしゃることがあればお伺いしたいと思うんですけれども、これも庄司さんからでよろしいですかね。はい、はい、島根大学の図書館の中で活動するピアサポーターなんですけれども、図書館コンシェルジュ以外にですね、他部署が設置したものとして学習サポート、学習サポートデスクというのが一つあります。これは教育開発センターが設置しているもので、昨年度ですね、試行的に設置されまして、で今年、も試行的にやっているものなんですけれども、ほとんど利用されてない、状態でして、ちょっとこれは問題だなと外から見ていて思うんですけども、もう少し図書館として協力してですね、やっていけるような形を考えていきたいと思っています。で今年4月にですね、図書館が改修工事竣工しまして、新しくですね、ラーニングコモンズ等ができました。でそのラーニングコモンズの入り口の一番一等席にですね、サポートデスクという、デスクを、配置しまして、そこをですね、各学年の各学部等のピアサポーターに提供しようということでアナウンスはしております。先ほど の説明の中で、成果ピアサポートプログラムというのが学内で、にありまして、各学部にその、プログラムの中に位置付けられておりますサポーターがおります。ですのでそういった各学部のです、ね、サポーターを図書館の中に呼び込んできて、でそのサポートデスクを使ってもらおうというふうに目論んではいるんですが、なかなかちょっとそれがまだ広がりができていないという状況です。もう一つの履修サポートの方ですね、もう数年前から、学生支援部の方で、前期後期のですね、履修登録の時のサポーターを、配置しております。図書館の中 の、 PC ルーム40台ほど PC があるんですけども、でそこにですね、サポーターが、
理事会の機関に座ってサポートしております。で現在ですね、開始が終わりまして、図書館の中のラーニングコモンズとかですね、あるいはグループ学習室、そういったところを使って、先生たちがよく授業するようになりました。で、図書館のですね、新しい機能ということにも、だんだんと目覚めて出て、おりますので、こういったサポーターの配置といったようなところも、もう少しアピールしてい、きたいと思っておるところです。東京外国語大学では、今、入学部ですけれども、ある意味その外国語大学として、割と規模の小さい、均質化した、学部編成になっていますので、図書館以外のところでその、いわゆる学習相談ということ自体、まだやっているところがありません。かろうじて何か関わりがあると、関係が出てくるとすれば、留学生をサポートするチューターを留学生課の方で一時的に雇用したりといったようなことはやっていますので、どちらかというとその図書館が一番こう大きく展開をしているという状況になっています。それ以外ですと本当に学生相談室という日常の、学生の生活上の悩みとかそういったところの窓口になってしまうというところがありますので、今の段階でその明確にどこと連携をしてというようなその相手方が、きちんと、分かっているという状況ではないんですけれども、先ほど申し上げたその留学生のチューターとかそういった小さい、規模としてはその、一時的だったりですとか小さかったりするようなものでも学内にいくつか、そういう目というものはないわけではないので、そういったところを今後そのうまく連携、していくのが良いのか、していくべきなのか、していくこと自体がそのこう効果的効率的なのかということは今後考えていくところかなというふうに思っています。で、もう一つはその私自身がその楽しんでやるのが一番ですみたいなことを先ほど申し上げましたけれども、それに関しましてはここ私どもの図書館の方でそういった機運を職員側の方にこう盛り上げていくということで苦労したということは実はあんまりなくてですね、幸いにその、好奇心の強い若い職員が多いものですから、むしろそのアイテムを作るときにそういうその、若い好奇心のある柔軟性の高い職員を、中心にワーキングを編成することによって活動の核とするというふうな考え方でワーキングを編成してその元気さをそのまま転用して、今まで運用に当たってきたというようなところがあります。で実際にもともと若い職員が今ちょっと多いものですからそれでうまく回せたというところもありますけれどもそれだけではやはりなくてその院生自身の真面目さとか誠実さとかやる気とかそういったことで刺激を受けてやはりその職員がよりそういうアイデアがあるならじゃあどう実現しようかといったことをこう受けて活性化するという部分もありますのでそれはその職員側が、だけが何とかしなければいけないということよりはその相乗効果としてうまく回ってきた部分かなというふうに思っています。まずラーニングコモンズを大学図書館でやるか、学習支援ですね、これを大学図書館でやるかあるいは別な組織、例えば学習支援センターの設立ですとかねそういうことでやるのかということのメリットデメリットなんですけれども、こういう話で思い出すのが先日紀ノ国屋書店主催のセミナーで井上誠さんがお話をされたんですけど、参加された方いらっしゃいます？いらっしゃらないですか？井上さん挑発的な発言と申しますか、かなりアクティブラーニングっていうことの手法に、焦点を当てた形で、講演をされまして、そしてアクティブラーニングっていうのは学生に対して
学んでもらう手法ですね、主体的にアクティブに学んでもらう新しい手法を積極的に取り上げることが大切だというようなお話をされて、で、あの大学図書館で、その学習支援をするということを、それは必ずしも必要ないですよと、そういうような立場でお話をされました。で、これに対してですね、この問題に対して私はですね、まあ半分その方が話が面白くなるだろうということでなんですが、私はいや、大学図書館で、ラーニングコモンズでやるのがいいんですよと、そういう立場で考えてみたいと思ってきています。で、これからもそういう視点からいろいろと、考えてみたいと思うんですが、そして私の配布資料の参考文献にも挙げたんですけれども、道海沙織先生と溝上千恵子先生の大学図書館におけるラーニングコモンズの学生アシスタントの意義という論文ですね、ここにはその大学図書館でラーニングコモンズをやるその意義というのが明確に書かれてまして、私もスライドで紹介させていただきましたけれども、ワンストップでですね、そして大学図書館という場、一つの場を、提供することによって、そこで総合的な学習環境と、それからさまざまなサービスを提供できる、これが、大学図書館で、学習支援をするメリットとして考えられるのではないかと思っています。その一つの場で、資料情報についてあらゆる、そしてまたスタッフ人員のサービスについて総合的に、提供されるし、またスタッフのいろいろな総合的な支援も得られる、そういった場というものを、作るという意味でメリットがあるのではないかと考えております。それから図書館員が楽しんでやっていくっていうこと大切だっていうのを、確かにそれ大切だと思うんですね。皆さんいかがですか。図書館員の方が多いというふうなお話なんですけれども、こういった新しい取り組みっていうことを楽しく取り組むっていうこと、まあ、日常の業務はやりつつですね、そういった体制とか職場の組織っていうことになっていらっしゃいますかね。いかがでしょう。そういったこともちょっとお話伺いたいんですけれども、私たちから一方的に話すだけではなくて、フロアの皆さんからもぜひいろんなお話を伺いたいと思うんですが、一つには私は図書館員っていうのは今までは整理業務とか、それからレファレンスサービスとか、まあ、そういったようなこと、決まったことを、こなしてくるという仕事のあり方が長く続いたと思うんです、戦後。ところが、この90年代以降ですね、大学図書館員の、仕事にとってそれだけでは済まない、より、エキサイティングで楽しめる、しかしより、なんて言うんでしょうか、チャレンジングな仕事が本当にいっぱい増えてきたということだと思います。で、その中で楽しくやっていくということはとっても必要だと思うんですが、その楽しくやっていくために何が必要かということを考えた場合に、一つは組織の在り方じゃないかなと思うんですね。柔軟な組織、そして、誰もが自由にアイデアや発想っていうものを述べられる、でみんなで自由に検討し合える、そういった組織ですね。そういった在り方が必要なんじゃないか。それからもう一つは、その柔軟な組織というものをもう一つのもの、意味は、一つの例えばライティング支援、学習支援なら学習支援という一つのサービスを立ち上げるのに一つの担当部署を作りますよとか、そういうやり方ですと非常に労力、コストも時間もかかるんですね。プロジェクトチーム型っていうのはどうでしょうか。国際キリスト教大学では、ライティングサポートデスクをはじめ、それ以外グループラーニング、の誓いの、
ラーニングコモンズのリニューアルっていうのをやったんですけども、そういったこととか、あるいはリンクリゾルバの導入、ディスカバリーサービスの導入、みんなプロジェクトチーム組んで、それでその場でなるべくいろんな意見をですね、みんなが出し合って進めるというような形をとっています。以上です。はい、じゃあ、あの、なんか千葉大学に言うことあれば千葉大学はランニングコモンズ、あの図書館にかなり広いスペースを用意されたされているんですけれども、それとは別に全学的に今年から学習支援プラザっていう形で、まあ、アクティブラーニングスペースを用意されていて、まあ、そこにはちょっと図書館で行っている以外の人的サービスということで、就職相談だったり英語の学習についてだったり留学だったりについての相談は、人的支援と、まあ、その、プレゼンだったり、まあ、アクティブラーニングできるスペースが用意されているっていうの建物が、まあ、図書館の近くにご覧になられた方もいるかもしれないんですけれども、かなり大きく作られています。でそれでここでかなり活発に、まあ、今年からなのでちょっとまだ見えてないところもあるんですけれども活動されてて、まあ、そこで今働かれてる方と少しお話ししたんですけれども、そこで感じた図書館との違い、私が感じた違いっていうのは、やはりその大学の中でその教育の支援のために、教育の現場での支援のためにトレーニングを定期的に行っていたり、あるいは他の大学、こういう形で他の大学の方との横のつながりを持ったりしているそのスタッフがいるところというのは図書館というなのかかな、そういう部分でちょっとそのアクティブラーニングの学習支援のあり方っていうのがちょっと違ってくるのかなっていうのが一つ思いました。それともう一つ、図書館の方が楽しくアクティブラーニングコモンズとかこういった新しい取り組みに関わっていけるかどうかということなんですけど、まあ、そういうのはちょっと姉川先生が頑張ってされているところかと思う、今私の方からちょっと言うことが、ね、ないんですけれども、ただ私がこの学習支援のプロジェクトに2年間関わって思ったのが、前より千葉大生が好きになったなっていうことが一つあるんですね。っていうのは、まあ その学習相談自体は私が直接対応し間には入らないんですけれども、そういう日々の日誌だったりその学習相談を受ける学生の話だったりを聞いていると、千葉大生って毎日毎日、まあ、図書館に多くて1日3000人ぐらい延べていらっしゃられたりするんですけれども、本当に一生懸命勉強して、まあ、そこで、まあ、いろいろ悩んだり、それから、まあ、そうですね、いろいろ勉強されて、まあ、それで卒業されてるんだなっていう、その日々 その本当に一生懸命されてる姿っていうのが一生見えてきて、でその中でもっと自分が、まあ、図書館っていう中でもっとしてあげられることはないかなっていうのを本当にこの2年間考えました。それは突然思っ、今まで自分は情報リテラシー教育などに関わっていて、まあ、教育の現場とかのお手伝いも知ったんですけれども、それでも一層そういうふうに思うということがありましたので、まあまあ、そうまたそういうこの仕事の中で図書館や大学の見方が変わって、またその一生懸命仕事をやろうと思うことができたと思います。ちょっとうまくまとまらなくてすみません。はい、ありがとうございました。ですね、このセミナー4時半までということで、やっております。それで、こういう時は一応司会の不手際によりというふうに言うことになっているので司会の不手際は私しか聞いてないからどうせ司会の不手際によりなんですけれども5分ごろぐらい評価してますけれども、先ほど利根川さんの方からですね、ちょっと皆さんはどうですかという問いかけがあったわけですけれども、だからといって正直に話せることと話せないことをひょっとして持ってきているかもしれませんけれどもそれでだからこういうことで司会の不手際に時間がありませんが、あと1つ2つ、もしあればお受けしますけれども、これまでの議論を踏まえて、簡潔にお話が
できる方ご自由にとは言わないっていう申し訳ないですが、3つ の、あのお話、それからあの4人に増やしての後半の講義の方からもですね、私が聞きたいことを聞いたからかもしれませんけど、非常にあの私にとってはあの有意義なことをいろいろお聞きすることができて、よかったなというふうに思います。パネルディスカッションの方はじゃあこれで、終わりにしてよろしいでしょうか。4人の演者の方々、ありがとうございました。それではあの、根川先生どうもありがとうございました。そしてあの3名の講師の方プラス千葉大からの、まあ、あのスピーカーというかディスカッサントということで加わっていただく4人の方に大変あの中身の濃いお話をしていただけたと思います。残念ながら先ほど利根川さんがフロアを挑発したんですがフロアは残念ながらあの挑発に乗らなかったというところで、まあ、それはひょっとするとですね、あの非常に今回のお3名の方のお話の中身が、あの、なんて言ったんでしょうか、非常にまとまっていて非常に濃かったので、フロアの方はとてもこんなところで質問なんかできないひょっとして思われてしまったのかなというふうにはあの思っております。いや本当にあの非常にあの今回の一つの話、事例については私も大変あの学ばせていただくところが多くて、あの大変ありがたく思いました。で、まあ、私どもが僕話を伺っていて、まあ、我々にまで欠けていることがいくつもあるなということに気がついたというのが今日のところで、おそらくそれぞれ今日聞かれた方、あるいはスピーカーで来ていただいた方々も、あ、自分のところとこんな違う試みがあるんだとか、だからこういうことがあるんだったらやってみようかなというふうに思っていただければ、今日 の、あのセミナーというのはとてもうまくいった成功だったというふうに評価できるのではないかと、いやいや印象的な評価ではありますけれども、そういうふうに評価する次第でございます。あの長時間にわたりまして皆様方の お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。あの最後になりましたけれども、講師の3名の方としては6週の千葉兄ですか、それから司会の姉が兄ですね、温かい拍手をいただければと思います。